モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はポロ GTI エディション25をご紹介したいと思います。こちらの車はですね、1998年にポロ GTI 初めてデビューしまして、その25周年記念車として、登場した車なんですね。まずはこのボディカラーが今までにない新色、 GTI でこの色っていうのもなかなかいいですよね。他にも、ブラックのポイントが入ってキュッと引き締まった感じで、全体的な非常にバランスがいい、そんなスタイリッシュな車だなと思います。今日はですね、ポロ GTI エディション25についてもう少し詳しくポイントを伺うためにゲストをお呼びしております。フォルクスワーゲンジャパンの山谷と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山谷さん、相変わらず背が大きいですね。はい、ありがとうございますですね、このポロ GTI のエディション25なんですけれども、どのあたりが変わってるんですか？はい、まずこちらはですね、アスコットグレーというポロ GTI で初めて採用した外装色を施しております。これはポロにはあった色？そうですね、ポロの標準グレードでは選択できたんですけども、ポロ GTI としては初めての設定となります。そうなんですね、はい、なんか GTI って私がね持ってるのも白ですけど、なんとなく白いイメージがあるじゃないですか。なんかこうおしゃれで柔らかなイメージもあっていいですね。そうですね、でこちらの色、その柔らかいイメージもあるんですけども、エディション25の専用装備がブラックのパーツは結構あちこちに散りばめられてるんですけども、例えばルーフカラーがブラックであったりとか、ドアミラーがブラック、そして専用デザインの18インチのホイール、こちらのブラックに塗装されてるので、その柔らかい印象のあるアスコットグレーとこのブラックがキュッと引き締めて、であとはワンポイントで GTI の赤、これが差し色で入ってるので結構スポーティーに見えながらもカジュアルにも楽しめる車になっております。なるほど、結構なんか幅広い方に似合いそうな、そんなスタイリングですよね。そうですね、結構懐の広いデザインというか、そういうデザインになってます。私特にね、黒いホイールが結構好きなんですよ。キュッと引き締まる感じでいいですよね。ありがとうございます。インテリアも何か変わってるんですか？はい、一番大きく目につくポイントとしては、ポロ GTI で初めて採用したレザーシート。でこちらにももちろん GTI の専用の赤の差し色が入ってますんで、もうこれがインテリアをビシッと引き締めています。なるほど。であとはドアを開けた瞬間にですね、そこにワンノブ2500、全世界で2500台限定なので、そのうちの1台ですよっていうのがしっかり印字されているのが特別装備として採用されております。ちなみに日本には何台来てるんですか？はい、日本にはこちら227台、限定で取っております。うわ、これをちょっと急がないと、どうしても欲しい人は。そうですね、ねえ、これインパネもこれブラックじゃないですか？はい、うちの赤なんですけど、こちらも専用のピアノブラックの、デコラティブパネルを採用しております。ずいぶん印象変わりますよね。そうですね、もうインテリアが本当黒と赤で締められているので、もうこの運転席座っていただくと、多分これから走るぞっていう気分に盛り上げてくれるのかなと思っております。確かにね、こう盛り上がりますよ、気分はね。いや、やはりですね、このインパネがピアノブラックだとなんか雰囲気違いますね。なんかぐーっと高級なイメージです。でもこの赤のね、やっぱ GTI は赤っていうのありますから、この差し色がすごくね、多すぎないんですよ、分量が。なんか大人っぽいスポーティーな車に仕上げられてるなという感じですね。でこの初めてこの専用のレザーシートなんですけれども、本当に体がずれない。結構ね、あのレザーシートって滑るんですよ。で特に輸入車のレザーシートって、日本人の、しかもこう女性が乗るとですね、なかなか体型が合わなくて滑りがちなんですが、今日ね、私今こう走り出してから一回もこうお尻をねずらして座り直してないんですよね。それぐらいしっかりとサポートしてくれるのはやっぱりいいですね。特に体にね直接伝わってくるというか、直接触れているパーツなので、そういうところにしっかり感があると、よりまたね楽しく走れるなと思います。だから外側はすごくこうちょっと柔らかなね、スタイリッシュな印象なんだけど、中は本当に完全スポーティーですよみたいな雰囲気で、でもやっぱりこうレザーシートなんで上質感がすごいありますね。そうですね、で乗り心地も結構そのシートによって変わってくると思うんですけども、
専用装備でスポーツセレクト、こちら可変ダンパーなんですけども、街乗りの時はノーマル、はい、で例えば峠でしっかり走りたいなっていう時はスポーツ選んでいただけるので、その時の気分でこの車もガラッと表現するので、そういった楽しみ方もできる車になっております。ちょっと S モードにしまして、やっぱりねこういう音を聞くとウキウキしますよね。これ GTI ならではじゃないですか。基本的にこう安定して走るとかそういったところは、まあ、ベースのねポロという車のポテンシャルの高さあると思うんですけど、このエンジンの踏んだ時のグーっていうこういう力とかこういう音はやっぱり GTI ならではなので、気持ちが高ぶりますよね。やっぱりこう表情がガラリと変えられるのが GTI を選んだポイントになるのかなというふうに思うんですよ。だけれども裏切ることはしないっていうのがやっぱこの車のいいところで、最後の最後までちゃんとこうドライバーと向き合ってこうだよ、もうすぐ滑るよ、まだ行けるよとかちゃんと対応させてくれるんですよね。でそこがね、このポロ GTI の一番の魅力のポイントかなと思います。一緒にこう走って一緒に楽しめる、で大きすぎないしパワーもあるけれどもありすぎないので、本当に手の内感覚で一緒に楽しめる、そういった一台ですよね。竹岡さん、はい、例えばラリーポロで参戦されてましたけども、そうなんですよ。なんでこのポロを選んでくださったんですか？はい、実は私、全日本ラリー選手権にシリーズで参戦するのに自分の車として、初めて、買った、借りた車じゃなくて買ったのが実はポロ GTI なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。まず最初にね、ベース車のポテンシャルがめちゃめちゃ高かったんですよ。なるほど。だからこれが GTI になったらってその時からちょっと思ったんですけど、で GTI の乗ったら、あ、これならいけると思って、乗っていてやっぱ安定感がすごく高いです。ホイールベースが、このボディサイズの割には比較的長めに取られてるんじゃないかなと思うんですけど、本当にね安定感が高いからハンドル切っても、あ、これぐらい曲がるな、これぐらいいくなっていうのが手に取るように分かるので、本当に命預けて乗ってますっていう、そんなマシンなんです。直進安定性とかもいいですよね。でやっぱりこういうまっすぐの安定感っていうか、こう落差がないと安心して踏めないでやっぱラリーって安心しないとやっぱ踏めないんですよね。ここまで踏んでも大丈夫とか絶対止まるんだみたいな、でそこが担保されてるから振り回すことができるので、そういうベース力の高さが、私だからこれ本当にラリーカーのベースとして選んでよかったなっていうふうに思ってるので、すごく乗りやすい車です。ポロ GTI エディション25、一言で表すと本当に乗りやすくて本当に懐の深い広い車だなっていうふうに思ったんですね。もう本当に街乗りから、そして全日本ラリー選手権のようなすごくハードな現場まで実際私1台でこなしてましたので、もうこの車のポテンシャルの高さはよく分かっていたんですけれども、改めて今日、普段使いのような乗り方をして、GT 性能っていうんでしょうかね、グランドツーリングのようなゆったりしたドライブから、そしてワインディングロードをぐいぐい走るようなですねスポーツ走行シーンまで、もう丸1台でまるっと全てカバーしてくれる、懐の深さ、幅の広さ、ポテンシャルの高さを持っているなというのを改めて感動しました。でもう一つやっぱりね、このボディカラーがすごく素敵ですよね。ちょっとこう柔らかみが加わったことによってより街中に似合うようになったんじゃないかなと思います。でインパネも今回こうピアノブラックみたいな形になったことによってよりこう大人っぽく上質さが増しましたよね。1998年にデビューして25年、やっぱ車もだんだん大きくなりましたけれども、車の車格としても随分と大人になったのかなというふうな気がしています。でも25年前から持っていた一緒に楽しんでくれる相棒というキャラクターは変わらずにいてくれるのがやはり一番の魅力かなと思いました。やっぱりこういうのってありそうで
なかなか少ないですよ。でそれでいて普通にお買い物も行ける。だからこう1台で何でもこなせるオールマイティ性の高さではピカイチなんじゃないかなと正直実は思っています。